Yeah.
私はくるみ割り人形のお話が大好きなの。
君にとってクリスマスといえば何なのかな？そうだな。僕はクリスマスといえば大切な人と一緒にいることかな。ここにいる家族のような大切な仲間たちとね。他にも仲間がやってきたようだよ。